日本が承認していない国一覧は、1カ国以上の国連加盟国から国家の承認を受けているが、日本国政府からは国家の承認を受けていない独立国、または主権実態の一覧である。国際連合に加盟した国である193、カ国国連加盟国ではないが、国連加盟国から国際承認を得て、国連のオブザーバー資格を有する国であるに、 各国国連加盟国ではなく国家の承認を得られる国が少ないがモンテビデオ条約の要件に当てはまり事実上の独立国となっている7カ国元国連加盟国である1カ国日本政府は国家として承認しないが何らかの外交関係を有している独立国を独立国の政府が実行支配している地域の名称で呼んでいるこれらの独立国は外務省ホームページの 国、地域リストにおける、その他の地域として扱われる。在日本朝鮮人総連合会中央本部記事、北戦が日本法律家協会へ所管。強制送還に関する日本政府と韓国政府との間の合意は国際法違反であるとの胸の抗議が行われた。1948年に朝鮮民主主義人民共和国として独立。1991年に 国連総会決議46-1が無投票で日本も含む全加盟国の賛成により採択され大韓民国と同時に国際連合へ加盟2018年2月の時点で国連加盟192カ国のうち164カ国が国家承認しているものの日本が承認していない唯一の国際連合加盟国となっている日本政府は 日韓基本条約第3条の規定に基づき、朝鮮半島の軍事境界線以南を実行支配する韓国政府を朝鮮にある唯一の合法的な政府と認めている。しかしその一方で、韓国政府による軍事境界線以北の朝鮮地域の領有も承認しておらず、歴代政権は国連総会決議第195条に基づき、住民の自由な意思の表明によって、 選挙を行って、それに基づいてできた政府が成立したと判断したとき、または国際法を遵守する意思と能力を有したと判断したときに、朝鮮民主主義人民共和国を国家承認する可能性を否定していない。そのため、北朝鮮政府の実行支配地域は、韓国の管轄外にある朝鮮地域として扱い、北朝鮮政府との間で1950年代から、 間接的、直接的な外交関係を有し、今までに在日朝鮮人の機関事業や国交正常化交渉及び日朝首脳会談が行われている口述する台湾の場合とは異なり、北朝鮮には事実上の日本大使館、日本総領事館に相当する民間機関は設置されておらず、民間交流は低調である。日本政府は北朝鮮拉致問題の解決後に予定される。 国家承認、国交正常化を目的として、2002年には、臨時の連絡事務所2011年には、政府の臨時事務所をそれぞれ平壌市に開設していたが、常設化には至っていない。北朝鮮側は在日本朝鮮人総連合会、中央本部を利益代表部と扱うよう主張している。1988年に PLO がパレスチナ国として独立宣言するが、 オスロ合意に基づいて1995年にパレスチナ自治区を統治するパレスチナ自治政府が発足。国際連合加盟国ではないが、国連総会オブザーバー国、及びにユネスコ正式加盟国である。2015年11月の時点で、国連加盟193カ国のうち136カ国が国家承認しており、他34カ国と外交関係を結んでいる。 現在、日本政府は、将来の承認を予定したパレスチナ自治政府として、扱っている。誤解されがちであるが、イスラエル国の一自治区として扱っているわけではない。1977年2月の PLO、東京事務所開設以降、パレスチナに対し経済支援や、イスラエルとの二国間における紛争解決の協議、議員外交等を行っている。2012年5月3日から、 日本政府はパレスチナ日本代表事務所長を大使という名称を用いて外交活動を展開している。日本が国家承認していない地域において外交官に大使の故障を用いるのは異例であり国家として正式に承認はしていないもののそれに準じた扱いとなっている。また2012年11月29日に開催された パレスチナに国連オブザーバーの地位を与えるかの決議で日本は賛成票を投じた。2015年9月10日、国連総会にて国連の建造物の前にパレスチナの国旗を掲揚することを支持する決議案を賛成多数で採択。日本を含む119カ国が賛成し、アメリカやイスラエルを含む8カ国が反対した。ただし、イギリスなど 欧州連合加盟国を含む45カ国が棄権している。交流協会台北事務所台北中日経済文化代表どころ日本は1952年に締結した日華平和条約により中華民国との国交を樹立。同条約は中華民国が実効支配する台湾地区のみを適用範囲としていたので実質的には日台間の国交であった。 1972年9月29日、日中共同声明により、中華人民共和国政府を中国の唯一の合法政府と承認して、国交を樹立したことに伴い、中華民国政府との国交を断絶した。これによって、双方の大使館等が閉鎖された。また、国交断絶時に民間の実務関係を維持するために、日台相互に非政府組織としての連絡機関を、 設置し、現在に至っている。民間交流は、極めて活発で、相互の連絡機関は、実質的に大使館、領事館に準じる役割を担っている。日本国政府は、一つの中国を堅持する中国への配慮から、台湾を国家とする対外的言明や、政府間の公式接触を、極力控えているが、関係官庁間の交流、実務協議を定例化させるなど、 台湾に未承認の国家が存在するとの前提で各種の実務を処理している。日本側には、親大派議員が少なくはなく、日華議員懇談会を中心とした議員外交や地方の姉妹都市提携も活発である。台湾側も近年、対日関係を対日特別パートナーシップと位置づけ、特別な国家間関係への格上げを模索している。 二千九年十二月一日には同年夏頃に国際法上台湾は貴族未定地であるという趣旨の発言をした財団法人交流協会台北事務所長が任期途中で辞任に追い込まれている二千二十年現在政権を担っている安倍政権では二千十九年度まで台湾を我が国にとって基本的価値観を共有する重要な友人と位置づけていたが 2020年の外交聖書では極めて重要なパートナーと位置づけが格上げされている。日本政府は外交関係のない国家未承認国を鍵括弧付きの政府名で故障している。前述の北朝鮮、パレスチナ、台湾を除く国家未承認国は外務省ホームページの国、地域リストにおけるその他の地域にはカウントされない。 サハラアラブ民主共和国1976年に独立宣言。国連加盟193カ国のうち45カ国から継続的に国家承認を受けている。西サハラ全域の領有権を主張するが、現状の実効支配地域は西サハラの約3割に止まり、残りの約7割はモロッコの実効支配下にある。日本政府は サハラアラブ民主共和国政府を政府として承認しておらず、両政府間の窓口となる関係機関も設置していない。同時に、モロッコが主張する西サハラの領有権も認めておらず、西サハラの主権貴族は、ミナーソによる住民投票が解決する問題としている。外務省が発表する渡航情報は、西サハラ全域を 西サハラ地域という中立的地域として扱っており、サハラアラブ民主共和国の実効支配区域については、ポリサリオ戦線支配地域と表記している。アブハジア共和国1992年に独立宣言。国連加盟193カ国のうち5カ国から国家承認を受けている。日本とアブハジアの関係も参照日本政府は、 ジョージア領土の一体性を尊重するとの立場から、アブハジア地域をジョージアの一部と認識している。そのため、アブハジア共和国を国家承認せず、政府間の窓口となる関係機関も設置していない。南オセチア共和国1991年に独立宣言。国連加盟193カ国のうち5カ国から国家承認を受けている。日本政府は、 ジョージア領土の一体性を尊重するとの立場から、南オセチア地域をジョージアの一部と認識している。そのため、南オセチア共和国を国家承認せず、政府間の窓口となる関係機関も設置していない。北、キプロストルコ共和国1983年に独立宣言。国連加盟193カ国のうち、トルコのみから国家承認を受けている。 日本政府は北、キプロスがトルコ軍の侵攻で占領され、一方的に独立宣言した地域であり、キプロス共和国の一部としている。そのため、北、キプロストルコ共和国を国家承認せず、政府間の窓口となる関係機関も設置していない。ソマリランド共和国1991年に独立宣言。国連加盟193カ国のうち、 国家承認をしている国はないものの、旧カ国、地域と非公式な交流がある。日本政府は2012年にソマリア暫定連邦政府が統一政権に移行したとしている。そのため、ソマリランド共和国を国家承認せず、政府間の窓口となる関係機関も設置していない。マルタ騎士団5 2 2年からマルタ島を領土としていたが、1798年の 領土喪失後は、モンテビデオ条約が定める国家の資格を満たさない組織となった。しかし、かつて領土を有していた経緯から主権実態として113の国、地域と何らかの関係を有しており、国連でも国連総会オブザーバーとして参加するために招待を受ける実態あるいは国際組織の一つとして扱われている。日本政府は欧州連合や、 フランコフォーニー国際機関等の一部の国連総会オブザーバー組織団体と外交関係を有しているが、マルタキ士団とは関係を有していない。イスラエル中華人民共和国ロシアモロッコバーレン1880年からイギリスの保護国であったが、1971年の独立宣言とともに国家承認。ブータン1910年のプナカ条約で、 イギリスが外交権を取得して保護下に置き、インド独立以降は、インドの保護国であった。1971年9月、日本は、ブータンの国連加盟への共同提案国となり、目視の国家承認を行う。1986年に、外交関係樹立。オマーン1862年のカニング裁定以降、イギリスの保護下にあったが、1971年に、 保護関係を解消し、同年に日本政府は国家承認を行った。カタール1916年からイギリスの保護国であったが1971年の独立宣言とともに国家承認。トルーシャル・オマーン・トルーシャル・オマーンは、アブナビ、アジュマーン、ドバイ、フジャイラ、カルバ、ラース・アルハイマー、シャールジャ、ウンムアルイコール・カイワインの8主張国からなるイギリスの保護国。 1971年12月にラース・アルハイマを除く6市長国がアラブ市長国連邦を結成し同時に国家承認した。アンドラ1993年2月新憲法がアンドラ国会で可決同年3月に住民投票で承認され国家として独立した。フランス及びスペインは同年6月1日に アンドラ公国を主権国家として明示的に承認した。同年7月にはアンドラの国連加盟が加盟国の全会一致で認められた。1993年12月7日に日本政府は国家承認した。独立から日本が国家承認するまでの数ヶ月間は非承認国家となる。なお1993年3月前についてはスペインのウルヘル司教と フランス大統領の共同統治という得意な形態のため扱いは不明である。クック諸島1965年に自治権を獲得しニュージーランドとの自由連合を形成した。2001年の共同宣言においてクック諸島は主権独立国家であると宣言したが10年間の間日本政府は国家承認を行わなかった。2011年3月25日に 日本政府は国家承認した。ニューエ1974年に憲法を制定して自治権を獲得し、ニュージーランドとの自由連合を形成した。日本政府は独立国家として承認してこなかったが、2015年5月15日に国家承認することを閣議決定した。ソマリア1960年7月1日の独立と同時に国家承認したが、 1991年にソマリア内戦でバーレ政権が崩壊してからは日本政府が正当性を承認する政府が存在しない状態となり2000年代になって周辺諸国の仲介で発足した暫定政府もソマリア全土を実効的に支配できていないことから承認に至らなかった。その後2012年8月20日にソマリア暫定連邦政府が 暫定統治を終了させて、正式なソマリア連邦共和国政府を発足させると、2013年2月に日本政府は新政府を正式に承認した。ありがとうございます。